かな。次行ってみっか。
ようやく動くことができるか。ああ、無事でよかったわ。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私がお風呂に入っている時の記憶とか。雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの？まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえよ乙女って年じゃ。さあとにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているオグレだが、今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。封じられちまうなんて。今回は今までにないくらいヤバい状況。そういう割には随分冷静じゃないか。そりゃあこれまで何度も修羅場をくぐってきてるからな。それに悟空はまだ諦めていない。だから俺も希望を持っていられるんだ。悟空がワクワクしているうちはなんとかなるような気がするからさ。余裕があるのはいいが、奴を当てにしすぎるなよ。そのやつは頼りにしていいのかよくわからんこともあるからな。言えてるぜ。もちろん悟空だけに任せっぱなしにはしないさ。倒せそうな敵は俺が倒してやる。いい心構えだ。そうだったな。
Thank you.